ワークナー宝飾店はウィーンに本拠地を置くオーストリアの同族経営企業。1917年にパウル・ワーグナーが創業。第二次世界大戦後に彼の子供たちが会社を受け継ぎ、現在は三代目のヘルマング・マイナー・ワーグナーが経営に当たっている。ワーグナーは高級ジュエリー、時計の専門店でオーストリアで初のロレックス正規品販売店である。 ウィーンシュケルントナー通りの本店に金細工工房及び時計工房を事務所を構えている。ワークナー宝飾店はオーストリアを代表するマーケットリーダーである。ウィーンのユベリエ、ワーグナー本社のオーナーであり孫でもあるヘルマング・マイナー・ワーグナー・ワーグナー宝飾店の社名は創業者であるパウル・ワーグナーにちなむ。パウル・ワーグナーは20世紀の初めにカールシュタイン・アンデアタイヤにある オーストリア・ハンガリー帝国時計技術専門学校で学び、マイスター試験に合格。1917年、パウル・ワーグナーは妻のルイーゼと共に市中心部にほど近いウィードナーハウプテストラッサに小さな店舗を開いた。開店から数年の間に顧客の需要は従来型の懐中時計から近代的な腕時計へと変化。これによりワーグナーは大きな利益を上げた。 ワークナー宝飾店はいつでもどこでも正確に時間を示すことができるよう手仕事の品質を重視した。1930年代、ワーグナーは店舗の拡張に尽力する。オーストリアがナチスドイツに併合された後、ウィンシュ・ケルントナー通りのとある店舗が賃貸物件としてワーグナーに提供された。 この店舗はもともとメドリンガー宝飾店のものであったが、メドリンガーは1938年に妻と共にパナマに移住。1939年9月、ワーグナーは財産流通局より店舗取得に必要な許可を得た。1945年4月、連合軍侵攻の直前、市中心部で略奪と深刻な破壊行為が発生し、ワーグナー宝飾店の店舗も被害を受けた。 第二次世界大戦終戦後の1949年、パウル・ワーグナーの娘のエルフリー・デ・グ・マイナー・ワーグナーと、息子のパウル・ワーグナー・ジュニアが、同族経営企業を受け継いだ。創業者であるパウル・ワーグナーは1949年に、その妻は1950年に死去。エルフリー・デ・グ・マイナー・ワーグナーとパウル・ワーグナー・ジュニアの、力により、ワーグナー宝飾店は、ウィーン市中心部を代表する。 宝飾店の一つへと成長。1954年には、スイスの時計メーカーであるロレックスから、オーストリアの専門店として、初めて正規品販売店に認定された。その後数十年にわたって、著名ブランドの取り扱いを増やし、さらに独自のジュエリー制作も開始した。その一例が、初期に歴史を遡る、ソリティアコレクションである。ソリティアは、 ワーグナー宝飾店の登録商標である。1981年に、パウル・ワーグナー・ジュニアが経営から退いた後、他の近親者は別の職業に興味を持っていたため、創業者の孫にあたる三代目のヘルマング・マイナー・ワーグナーが同族経営企業を継承した。ヘルマング・マイナー・ワーグナーの指揮の下ワーグナーの W を掘り込んだ。 ブルーサファイアを自社製品のトレードマークとして導入し、新しい外観デザインを確立。さらに再び世界的に有名なブランドとの提携に力を入れ、1990年代には例えば、イタリアの高級ブランドであるブルガリのジュエリーや時計をラインナップに加えた。ウィーン国立歌劇場の名誉指輪及び、ブルク劇場の名誉指輪により、 ワーグナー宝飾店はその文化的な貢献活動を社会に示している。1990年以降、ワーグナー宝飾店は40平方メートルから現在の2000平方メートルにまで拡大。ウィーン市中心部に金細工房を呼び、時計工房を事務所も構えている。2004年、ケルントナー通りのワーグナーの店舗で強盗事件が発生。容疑者は、 その後、オリエント休行内で拘束された。これを受け、ウィーンの多くの宝飾店が安全対策を強化した。この事件もあり、2000年代半ばには本店の大規模な改装が行われた。顧客にとって居心地の良い雰囲気を重視した開放的な新コンセプトは、国内及び世界中の同業者から肯定的に評価され、多くがこれに追随した。2010年代には、 ウィーン市内のグラーベンに2号店及びロレックスブティック、ウブロブティックを開店。ワークナー宝飾店はオーストリア法に基づく有限責任会社の法形式で経営される。事業内容には特にジュエリー及び時計の売買、金在区、銀細区、時計製造が含まれる。ワークナー宝飾店の出資者はヘルマングマイナー・ワークナー及びグマイナー組合である。 グマイナー組合も完全にヘルマングマイナーワーグナーの所有であるため彼が間接的に同族経営企業を100%管理しているヘルマングマイナーワーグナーが会社の商法上の取締役であるオペレーションにはさらに彼の妻のカタリーナ、娘のアントニア、息子のフェリックスが携わっている従業員数は約70名ワーグナー法職店は 金サイク工房及び、時計工房を所有している。ロレックス、ウブロ、ブルガリ、カルティエ、IWC、ジャガールクルト、パネライ、ショパール、ブライトリング、ダグホイヤー、ロンジン、チュードル等の世界的に有名なブランドのジュエリー及び、時計を商品として取り扱っている。さらに独自のジュエリーコレクション、ソリティア、マスターピース、リビターなどを展開。 独自のコレクションは1980年代にスタートし、ここ数十年、ワーグナー宝飾店にとって重要性を増している。ワーグナーは、特殊ダイヤモンド加工のエキスパートを自負している。ウィーン国立歌劇場の名誉指輪ウィーンブルク劇場の名誉の指輪ワーグナー宝飾店について特筆すべきは、ウィーン国立歌劇場の名誉指輪及び、ブルク劇場の名誉指輪の制作である。 どちらもワーグナー宝飾店の工房で制作され、ウィーン国立歌劇場、またはブルク劇場に特に貢献した芸術家に不定期に贈呈される。贈呈される名誉指輪には受賞者の名前が彫り込まれる。ウィーン国立歌劇場の外観と内部がデザインされた18金イエローゴールドの指輪。カーネリアンに建物のファサードが彫り込まれ、内側には 赤いオペラカーテンのドレープと大統領のボックス席を含む桟敷席が表現されている。18金ホワイトゴールドの指輪。外側にはブルック劇場のファサードを彫り込んだ赤い四角形のカーネリアンがあしらあれ、内側にはオペラカーテンのドレープが彫り込まれている。指輪の腕部分の内側には観客席が詳細に表現されている。ありがとうございます。